どうもミスター VR です。今回は全身を使って楽しめる VR ゲーム11タイトルをご紹介します。 VR ゲームといえばコントローラーを使って手で武器を振ったり物を掴んだりとリアルな動作が楽しめるのが魅力です。さらに足の動きまでトラッキングできれば全く新しい VR 体験となり、これまで以上の没入感が得られます。そして最近手軽に足の動きをトラッキングできるアイテムが登場し、このような VR 体験がより身近になりました。その代表例がピコモーショントラッカーです。わずか 27g の軽さで両足に装着するだけで全身の動きをトラッキングできる画期的なデバイスです。今回はこのピコモーショントラッカーで特に楽しめるピコ4ウルトラ対応の VR ゲームを厳選してご紹介します。トラッカーをお持ちの方はもちろん、購入を検討中の方にもその魅力が伝わる内容となっています。またピコ4ウルトラはピコモーショントラッカーとの相性が抜群で、高性能なディスプレイと処理能力により、よりスムーズで没入感のある体験が可能です。さらにピコ4ウルトラ向けの大型 OS アップデートも予定されており、より見やすいマルチウィンドウ表示や動画プレイヤーの改善など快適性が大きく向上します。それではピコモーショントラッカーで遊べる様々なゲームを見ていきましょう。まず紹介するのは VR チャットです。 VR チャットはアバターを通じてバーチャルな世界で他のユーザーと交流できる人気のソーシャル VR アプリです。モーショントラッカーを使用することでアバターが全身の動きに連動して自然に動くフルボディトラッキングが可能になります。座ったり足を組んだりといった細かい動作までリアルタイムでアバターに反映されるため、よりリアルなコミュニケーションを楽しめます。ピコモーショントラッカーは設定が簡単で、 PC 版単体版どちらの VR チャットにも対応しているため、手軽にフルボディトラッキングを始められます。また 27g の軽量設計で装着も快適で、バッテリーは連続25時間使用できるため長時間の利用も可能です。ピコモーショントラッカーと VR チャットの相性は抜群で、 VR チャットでフルボディトラッキングを楽しみたい方に特におすすめです。さらに11月7日からのピコ OS 最新アップデートで様々な機能が追加強化されています。特にピコモーショントラッカーの性能が向上し、座った状態や横たわった状態での姿勢トラッキングがより正確になります。またスマホの画面をヘッドセット内にミラーリングできるようになったり、マルチウィンドウでの操作性が向上したりと、より快適な VR 体験が実現します。 VR チャットでのフルボディトラッキングもこれまで以上に自然な動きが期待できます。続いて紹介するのはダンスダッシュです。ダンスダッシュは全身を使って楽しむリズムゲームです。手拍子を打ったり音楽に合わせてステップを踏んだりと、直感的な操作で音楽を体全体で楽しめます。足の動きにはジャンプ、ステップ、スライドなど様々なアクションがあり、シャッフルステップをマスターすれば本格的なダンスのような動きも可能です。基本の楽曲に加えてコミュニティが作成したビートマップもプレイでき、おなじみの曲から新曲まで幅広い楽曲を楽しめます。またアバターの動きを見ながら譜面に合わせて踊ることで本格的なダンスの練習にもなります。上級者向けの難しい動きも収録されているため、スキルに応じた楽しみ方ができます。一曲プレイするだけでもかなりの運動量があり、エクササイズ効果も期待できるため、ダンスゲームとしても運動ゲームとしても楽しめます。続いてはテンポクラブです。テンポクラブはピコモーショントラッカー専用に設計された音楽ゲームです。手や足の動きを使って音楽のリズムに合わせて踊ることで爽快なダンス体験が楽しめます。ピコ専用設計のため動作の反応が良く、スムーズなプレイが可能です。楽曲数はダンスダッシュより少なめですが、日本の有名曲も収録されており、日本語非対応でも楽しめる内容になっています。続いての X ファイターはサイボーグの敵と戦うフィットネスアクションゲームです。音楽に合わせてパンチやブロック、ダッキングといった動作を行い、全身を使ったエクササイズが楽しめます。モーショントラッカーを使用するとキックも可能になり、より多彩な攻撃とエクササイズ効果が得られます。 MR にも対応しており、自分の部屋を戦闘アリーナとして楽しめるのも特徴です。アクションゲームでありながら効果的なエクササイズも実現できる新感覚の格闘ゲームです。続いてのダークソードはねじれた回廊という謎めいた世界を冒険するアクション RPG です。ストーリーモードでは剣や盾、弓を駆使して敵と戦いながら
材料収集や武器強化を行い、塔の頂上を目指します。上層に進むほど強力な敵が現れ、歯応えのある戦闘が楽しめます。モーショントラッカーを使用すると、足で地面を踏みつける特殊攻撃が可能になり、近距離戦闘での新たな選択肢が増えます。綺麗なグラフィックと高い完成度で、本格的な VR アクションを全身で楽しめる作品です。続いてのスポーツアドベンチャーは、マラソンのように走りながら銃でモンスターを倒していくアクションゲームです。モーショントラッカーを使用することで、その場で足踏みをするとゲーム内で走る動作になるのが最大の特徴です。動きの幅や速さに応じて走る速度が変化するため、モーショントラッカーならではの没入感が楽しめます。ただし、プレイに夢中になると実際に前進してしまい、周囲のものにぶつかる恐れがあるため、十分な注意が必要です。続いてのレッツゲットフィット VR は、任天堂スイッチ向けのフィットネスゲームの VR 版として開発された本格的な運動アプリです。柔軟体操から高強度のワークアウトまで、豊富なトレーニングプログラムを通じて全身を効果的に鍛えることができます。カレンダー機能で進捗管理ができ、自分のペースやニーズに合わせたカスタムワークアウトも設定可能です。モーショントラッカーの使用で全身の動きを正確にトラッキングでき、より効果的なトレーニングを実現できます。続いて紹介するフィットネスワン XR は、 VR で本格的なフィットネスが楽しめるトレーニングアプリです。ダンス、ストレッチ、有酸素運動、筋力トレーニングなど100種類以上のエクササイズが用意されています。目の前に現れるパーソナルトレーナーが専属で指導してくれるため、まるでジムでトレーニングを受けているような体験ができます。モーショントラッカーを使用することで、足や腰の動きも正確に評価され、プランクやスクワット、ダンスのステップなど全身を使うエクササイズをより効果的に行えます。プログラムをこなすとコインを獲得でき、トレーナーの外見やトレーニング環境をカスタマイズする楽しみも用意されています。最もおすすめなポイントは、リアルなトレーナーモデルと細かなカスタマイズ性により、継続的なモチベーション維持も期待できることです。次のラケットクラブは、テニスと卓球の要素を組み合わせた新感覚のスポーツゲームです。独特な物理演算により、特にスピンを使ったショットが爽快な打撃感を実現しています。オンライン対戦が充実しており、モーショントラッカーを使用するとアバターの足の動きを自由に表現できます。プレイ自体には影響しませんが、対戦相手との身振り、足の動きを使ったコミュニケーションが可能で、試合の楽しさが広がります。特にロビーで足を動かすと珍しがられ、他のプレイヤーとの交流が盛り上がります。オンラインならではの新しいスポーツゲーム体験が楽しめる作品です。続いてのオールインワンスポーツ VR は、バスケ、ダーツ、ボクシングなど13種類のスポーツを収録した総合スポーツゲームです。さらにモーショントラッカー対応の追加コンテンツとして、サッカー、カンフー、ホッケーが用意されています。サッカーでは実際の足の動きでドリブルやシュートができ、 CPU とチームを組んで試合を楽しめます。カンフーではキックやステップなど足技が使え、攻撃をかわしたり防いだりする本格的な格闘アクションが体験できます。またホッケーでは足でパドルを操作する新感覚の操作方法で対戦プレイを楽しめます。これらの追加コンテンツは1つ290円で購入でき、モーショントラッカーならではの全身を使った新しいスポーツ体験が可能です。豊富な種目と新感覚の操作性で、スポーツゲームの新たな魅力を感じられる作品です。ファイナルサッカープロは VR 向けに設計されたサッカーシミュレーターで、基本はゴールキーパーとして PK ゲームを楽しむことができます。モーショントラッカーを使用するとキッカーとしてもプレーが可能になり、実際の足の動きでフリーキックや PK を蹴ることができます。プレイには広めのスペースが必要ですが、 VR でサッカーを体験できる数少ないゲームとして注目の作品です。なお、モーショントラッカー機能を使用するには有料版が必要となるため、
まずは無料版で基本プレイを試してみることをお勧めします。今回は特におすすめのタイトルをご紹介しましたが、ピコモーショントラッカーで楽しめるゲームは他にもたくさんあります。ピコストアでは対応アイコンが表示されているので、気になるゲームを見つけやすくなっていますので探してみてください。その他にも対応アプリが続々増えていくでしょう。特にピコ4ウルトラとの組み合わせで、これらのゲームをより高品質な映像とスムーズな動きで楽しむことができます。さらに最新の OS アップデートでより快適な体験が期待できます。この機会にピコモーショントラッカーとともに新しい VR 体験を楽しんでみてください。今回の内容が参考になったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。